すぐみまごろもは、日本の陸上自衛官で、陸上自衛隊中部方面音楽隊所属の、ソップラノの歌手。石川県金沢市出身。石川県立金沢辰美級高等学校、国立音楽大学卒業後、専属学園音楽大学大学院修了。これまでに声楽を、串田敏子、沢畑恵美、中村智子、ウーベハイルマン各士に指示。 南日本音楽コンクール優秀賞、若き音楽家のためのコンクール最優秀賞、フレッシュコンサート最優秀賞と審査員、グランプリ賞をはじめ数多くのコンクールに入賞。2014年4月、松永道子と共に陸上自衛隊で初めてとなる声楽要員として入隊。朝霞中屯地で基礎訓練を受けた後、同年10月に、 陸自中部方面音楽隊に配属された。音楽隊の定期演奏会をはじめ、日本武道館での自衛隊音楽祭りやプロ、野球開幕戦での国家読唱など数多くの演奏会に出演。またメディアでは、日本テレビ系列、真相報道番記者にて、自身の特集が放送されるなど、陸上自衛隊の歌姫として幅広く活動している。2016年12月、 ブレインミュージックよりリリースされた陸自中部方面音楽隊のアルバム CD 万葉参加のレコーディングに参加。この CD がつぐみのデビュー版となる。2018年6月、日本コロンビアより陸上自衛隊の歌姫つぐみまごろもを要する陸上自衛隊中部方面音楽隊のメジャーデビューアルバムとして CD 命の音がリリースされた。このアルバムは つぐみのソプラノを全編にわたってフィーチャーしたアルバムで、つぐみ自身が作詞した中部方面音楽隊のオリジナル曲、命の音を軸に、普遍的なテーマである、命の大切さに沿ったスタンダード曲を選曲した、もので、シーナリンゴ、日本、綾香、アイビリーブ、旗本博、ひまわりの約束、スーパーセル、君の知らない物語、サダマサシ、命の理由などが選ばれた。 自衛隊音楽隊がボーカルを主軸としたアルバムを制作したのは海上自衛隊の三宅ゆかりについでに例目で、つぐみは自衛隊で二人目の CD 歌手となった。2018年10月14日、平成30年度第65回中央関越式で国旗形容に祭祀国家読書を行った。2019年5月29日、つぐみまごろもを全面にフィーチャーした。 陸上自衛隊中部方面音楽隊のメジャーセカンドアルバム晴れ音心が晴れる歌がリリースされ、つぐみが作詞、陸上自衛隊中部方面音楽隊の隊長である柴田正義が作曲をしたオリジナル楽曲マールクが収録された。松永美智子は日本の陸上自衛官で陸上自衛隊中央音楽隊のボーカル担当。三島陸僧。 松永道子愛知県立芸術大学音楽部を卒業2014年4月陸上自衛隊に入隊同年10月中央音楽隊所属となるこれまでに定期演奏会、巡回演奏会をはじめ日米戦没者慰霊追悼式での検証やオリンピック総公会で歌声を披露するまた活動は国内にとどまらず 米国国防省、ロイヤル、エディンバラミリタリータトゥー2017、大工2018に参加し、各国の聴衆を魅了した。声楽を、中間、広子、マルチェ、ラレアーレの各市に支持愛知県出身、以上引用文。ありがとうございます。